人がいい。最初のオートバイは緊張するね。ウインカーがどっちだ。ウインカーが、あ、これか。クラッチがないというのは楽だな、やっぱり。おお、初めての DCT 自動で変速するというのは、なんというか初体験なんでね、すごいね。いやー、おー、自動で切り替わっていく感じ、こんな感じですか。ほとんどねマニュアル、今まで乗ってきたクラッチありのマニュアル車とそんな感覚的にはね変わらない気がする、今のところ。まあ、よく皆さんね、シフトアップが速くてびっくりするって言うけど、僕はまあマニュアルの時からこんな感じのシフトをチェンジしてたんで、そんな違和感ないね。いや、でもクラッチがないっていうのは楽です、やっぱり。店のご主人からね、これめちゃめちゃいいバイクですよって言われたんだけど、それにしてもそんなに売れてないんじゃないですかって言ったら、そうですと。で、なんで売れないんですかねって言ったら、あまりに良すぎて、良すぎるとバイク乗りは嫌がるんですみたいなことを言ってましたね。でも僕はこれ通勤用に買ったから最高じゃないかなって今乗ってて思うね。思った通りいいです。ちょっと今、巡航モードに入ったからね、時速46キロ、でこの姿勢、ライディング姿勢もねバッチリ僕の体格には合ってるね。まあ、もうちょっと確かにシートが低ければなと
泊まるときに今のところまだ慣れないから、不安要素があるね、泊まるときに。サイドステップが足下ろしたところにあるんだよね。だから止まるときにちょっと不安要素があるね。でもこのクラッチ操作しなくていいから、本当にこういう渋滞のときは楽だね。あとはなんといってもね、この、タンクのところが荷物入れになってるんで、今結構このタンクの荷物入れのところに入れちゃってますね。これがなかったらね、今リュック背負ってんだけど、リュックだけには入りきれない荷物があって、よかったね、やっぱね、この、基本的に僕はね、サイドバッグとかリアのバッグとかつけたくないんで、リュックだけで全部済ましたい、済ませたい、それが可能になるね、このバイクであれば。今日はね、35度ぐらいあるのかな、気温が。多分今日7月10日だけど、今日もう梅雨明け宣言出るんじゃないかな。めちゃめちゃ来るとき暑かったんだけど、まあ知人に、オートバイ屋さんまで送ってもらって、その時すごく暑いなと思ってたんだけど、意外にこのバイクに乗ってしまったらね、今のところ快適です。風が気持ちよくて、今ねカメラをねヘルメットの上につけてんですよ。よくモトブロガーの方々はヘルメットの口のところにつけるんですよね。その理由がねやっと分かったね。ヘルメットの上につけちゃうとね、重心がかなり高くなって首の、負担が結構増えるね。ヘルメットの真上につけるもんじゃないね、カメラは。でもこのヘルメットの場合、横につけられるのかどうかわからんね。このアタッチメントがね、こういう形のヘルメットに合うようなアタッチメントがあんのかどうかよくわかんないんですよね。今のところ快調ですね。でこのバイクはね、お尻が痛くならないっていうことも売りの一つだからね、そこもね早いところ検証したいね。今まで乗ってきたバイクの中で一番お尻が痛かったのはハーレーですよ。ハーレーのローライダーってね乗ってたんだけど、後ろに踏んずり返って乗るタイプですよね、ハーレーは。あれが一番お尻痛かったね。全体重がねお尻にかかるんで、だからハーレーっていうかね、アメリカンタイプは見た目楽そうで実は一番きついバイクですよ。この NC7 半はね、ちょっと前傾姿勢で、だから両腕で幾分か体重をね支える感じだから、お尻で全部受け止めてるわけじゃないんで、その辺で効果出るんじゃないかな。あとこのクッションがねどれだけの性能があるか、よくゲルクッションを敷いてる人とかいるけどね、あれはまあ個人的にはですよ、まあ見た目があんまり好きじゃないですからつけたくないよね。座布団、お座布団ねつけたくないですよね。でこの NC7 半用の専用のローダウンシート、あれは見た目にはねこの普通のやつと同じなんだけど、中の、あんこが結構抜いてあって沈むみたいですね、ガーッと。それも僕的には好ましくないんで、つけたくないからね。まあ慣れるんじゃないのかな。シフトアップのタイミングもね、普通に今まで乗ってきた、
バイクと同じ感覚だから違和感ないですよ今のところ。皆さんね、違和感あるという感想、まあコメント書いてる方が多いんだけど、ひょっとしたらまた2023年型で、バージョンアップしたのかな、どうなんだろう。間違いなく、まあ、数年前のモデルよりか良くなってるのは確かだと言われてるからね、またこの1年2年で改良されたのかな、どうなんだろう。この NC7 版は2023年型の最新版です。すごくこの大きさが僕にぴったり合ってる。ニーグリップ、タンクの、まあタンクじゃないんだけど、これは荷物入れなんだけど、ニーグリップは非常に、心地いいですね。どうなんだろう、ちゃんと映ってんのかな。このモトブログのコツは、バイクのこのコックピットが、映らないと面白くないんですよね。バイクのコックピット映ってるかな。初めてのモトブログなんでね、どんな感じで映ってんだろうね。マイクはね、まあ僕の撮影の仕事してたんで、この音声関係はね、自信があるんですよね。コンデンサーマイクをね、ヘルメットの内側に仕込んで、で、専用の、皆さんね、GoPro、まあ撮影してるのは、GoPro の類のカメラなんだけど、録音は、録音専用のレコーダーでやってるんですよ。だから、この音質はね、全然いいはずですよ。どうですかね。このエンジンの排気音、これもちゃんと聞こえてると思うんだけど、どうだろう。問題は風切り音ですよね。風が今ビュービュー吹いてるから、この風切り音がね、結構邪魔してるかもわかんない。どうだろう。一応、ヘルメットのシールドを閉めて、ヘルメット内部のコンデンサーマイクで拾ってるから、そんなに風切り音は入らない設定で録音しております。風が強い。こういう風の強い日はね、大型バイクじゃないと心もとないよね。まあ今までハーレーとか BMW とか、あとホンダは 1100EX だから、この7班っていうのはね、排気量的には、うわ、風が、向かい風が強い。だから排気量的にはちっちゃく感じるんですよ。実際ちっちゃいよね、7班、まあ、1000cc、 1リッター超えのバイクに比較するとエンジンちっちゃいですよね。だから、まあ、7班っていうのは、まあはっきり言ってちょっと心もとない、リッター超える1リットル超えるバイクであればね、あんまりこの風の影響、ふらつき、が発生するってことはなかったと記憶してるんだけど、今乗ってる感じだとね、なんかそこそこ風に煽られるよね。やっぱり7班という、まあ、大型バイクの中では、排気量のちっちゃい、バイクだからなのか、どうなんだろうな、その辺。もう随分以前乗ってた時から年月経ってるから、体で覚えてる記憶が、もうほとんどもうなくなってるんだけど、でも、そんなにね、風の影響っていうのを受けた記憶はないね。今日結構こう風が強くて影響を受けるね。今日いろいろ機材、まあリュックに入るだけの機材なんだけど持ってきてて、
ドローンも持ってきてるんですよ。ドローンでね、上空から撮影しようと思ってるんだけど、この風だとね、ちょっとめんどくさくなってきた。ドローンを飛ばすのが結構強いよ。風が真正面から今風受けてる。にしても楽だね。やっぱりね、楽だ。 DCT 楽だ。楽だからこそ、このバイク敬遠されるということらしいです。あとこのバイク買ってもね、 2,3 年で手放す人多いよね。 YouTube 見ててもね、そう思うよね。うわー、風強い。うわ、ちょっと煽られるわ。煽られる。7班はちょっとね、車体が軽すぎたかな。といってもね、取り回しがね、やっぱり年取るときつくなってくるから、これぐらいがね上限だと思うんですよ。まあ、僕は筋トレで鍛えてるけど、この先もうね、次はもう75、あ、75じゃない、65、75じゃないよ、75じゃない、65で70となるわけじゃないですか。そうすると心配だからね、体力面が、取り回しが心配になるよね。ドローンは次にしようかな。あんまり欲張るといかんよね。欲張ると、いやー、 DCT すげー、すげー、自然なシフトアップですよ。シフトチェンジ、シフトアップ、シフトダウン。今のところね、バイク屋さんからここまで、15、6キロ走ったかな。全然今のところ違和感が全くない。風が強いぞ。この辺からね、快適な、景色がずっと家まで続くんですよ。このナックルガードついてるじゃないですか。わかります？ナックルガード。これはね、標準でついてるわけじゃなくて、僕がリュックに入れて、オートバイさんに持ってったんですよ。で、付け方だけちょっと教えてもらえますかと。ね、ダメ元で言ったらね、もう付けてくれましたね。事前に、まあ、話をしてた、だけど、その時はね、持ち込みのそういう取り付けとかはしないってきっぱり断られたんですよ。まあ、ドリームホンダの、まあ、奥さんには断られたんだけど、店員さんに言ったら、まあ、やってくれましたね。店員さんっていうか、まあ、奥さんの旦那さんかな、が店の奥から出てきて、つけてやりますよ、言ってくれて、その場でつけてくれました。まあ一応、規定としては、まあ持ち込みの取り付けはしないというふうに決めてるみたいだけど、まあその場その場の、まあですよね、結局は、コミュニケーション能力で、なんとかなるもんですよね、そういうところはね。そろそろね、ちょっとお尻がね、ちょっと痛くなってきたけど、まあ全然大丈夫な感じではありますよ。でもやっぱりね、まあどう
だろうね、50キロぐらいでやっぱり1回降りないと、うん、まあ長距離の時はよ、まあ、家までは40キロぐらいだから、まあ、大丈夫な範囲かなと思いますね。オートバイはね、気持ちいい乗り物であるんだけど、ある一定の距離を乗るとお尻が痛くなんだよね。これとの戦いがあるよね、オートバイはね。僕ね、トライアスロンやってて、トライアスロンって水泳と自転車とあとランニングがあるんだけど、自転車がね、もうとにかくロードスポーツってタイプの自転車なわけですよ。まあオートバイと一緒でロードスポーツ、あれは超お尻が痛くなるんですよ。狭いから面積が、お尻っていうか、まあ具体的に言うと尿道だね。尿道のあたりがものすごく圧迫されて痛くなるよ。でもある程度乗り込むと自転車に慣れてくるわけですよ。オートバイも多分相当乗り込めばお尻が慣れて痛くなくなるだと思うけど、それでお尻が慣れたっていう人ね、オートバイに関してはね聞いたことがないね。この MC7 班ね、 MC7 班の話に戻るけど、このハンドルがちょっと遠いっていう話があって、でこのハンドルを近づけるためのなんかオプションパーツ売ってるらしいんですよ。確かに今ねそれちょっと感じてる。最初乗り出した時はあ、これ全然問題ないじゃんと思ったけど、今ね20キロぐらい走ったかな、25キロぐらい走ったかな、ここに来てもうちょっと手前であればもっと楽かなというふうに思うね。ちょっとこう肩がちょっと凝り出した、肩が凝ってきた感じがある、この辺りでねドローンを飛ばしたかったんだけど、やめとくね、やっぱり今日はやめとく、いらんことして、初日にバイク倒したりとかしたくないんで、まあ、事故とかね最悪じゃないですか。納車当日事故ったみたいなねことやっちゃうと、まあ YouTube 的にはねバズるかもわからんけど、家に着きましたね。まあお尻はねやっぱり痛くなるね、痛くなるけど、まあ許容範囲ないかな、この距離。まあ40キロぐらいなんだけど、距離。だから50キロ乗ったらもうやっぱり休憩が必要だね。お尻がやっぱり、どんなバイクでもね、お尻は痛くなるもんですよ。まあ初めての、MC7 班いいと思います。